はいどうもこんにちは、ルチです。さあ今回はトラベラーズバスティオンローグライクアクションタワーディフェンスっていうね、また変わったゲーム遊んでいこうと思います。さあエンシェントフォレスト、あこんな感じね。はいはい、攻撃していくと、まあこう右から左に抜けられたら終わりって感じのタワーディフェンスだろうと思うんだけど、打ちっぱなしなんでね、これ細かく移動していけばいけそうだよね。これとかどんな感じなんだろう。今こう目の前に飛ばしてってるけど、あはいはいはい、ちょっと重いけどなるほどね、まあ、基本的にまあ前に向かって進む感じか、横方向とかあればいいんだけど、あ、そうだ、進むこともできるんだね。はいはいはい。プラス 12% パワー。プラス 12% パワー。あ、これ強化なのね。さあ、今、ウェーブ3。技的にはね、問題なそうなんで、どうか抜けられるかな。まあ、ローグライクアクションっぽくね、スキル強化とかあるけど、うわ、結構しんどいな。レベルが上がるタイミングら辺で終わるんですかね。これにしてみようかな。違う攻撃パターン欲しいなって思うけど、ああ今横に出てなかった、あ横来ましたね、飛んでって横か、めっちゃむずくない、どっか飛んでっちゃったけどでスキルはなんか変わるんだね。さあボスが来るみたい、あれめっちゃ連射、あこれかボス、いやちょっと攻められそうだよ。何まだボス倒してないけど、あ倒したのか、あ倒したね、オッケー、新しく、おで何進んだ、新しいガーディアン来たんじゃないかな、あ何、あこれ置くのね、はいはい、あタワーディフェンスようやくシンプルアクションでしたけど今までね、あへえ、あ2面ってことなんだねこれね、そこを行ったり来たりするんだ。まあちょっとまあ前目で戦ってね。もっとなんか端っこに置けばよかったね。ちょっとしまったな。ああ、今食いかなかった。できる限り敵が多いとこで雷をぶつけたいんだけど、あ今いいんじゃない、割とあの煙からアサシンみたいな人が来るのがちょっとめんどいね。何がいいんだろうな、これかな、あなんかわかんないけどチャレンジかな、サイドクエストフルスレインやってみよう。なんか敵が変わったというかいっぱいいるね。あフルーツで移動速度と攻撃速度が上がってる、いやこれがフルスレインね、フルーツ波が降ってきてなんか敵をいっぱい倒せるような、おらおらおら。あはは、これ爽快感あるね。何でもこう、もうびっくりした。敵かと思った一瞬。オッケーか？いや、まだついてんじゃん。フルーツレイン終わったっぽいね。
煙対策はもう、レーンをね、ひたすら移動して。はいはいはい。これもう、可能な限りダメージ与え続けていく。お。やばい、煙が多い、煙が多い。どっから来るかわかんないよ。よし。今の雷刺さったね。雷強っ。あ、やばいやばい、いかれてるいかれてる。あ、で、そこの壁に耐えるかんのね、それぞれ。はいはいはい。で、今雷2連続にしてるんで、これね、強化されるかなって思ったけど、今ね、2つ出てるんで、これがさっき選んだやつだけど、そういえばね、雷めっちゃ狙いやすいね、今ね。2回連続出てるから。アルミ調整が今外したけどね。さあ、ボス。どれボス？あの煙の中から出てきたこれか。倒したっぽいけど。まずい、危ない。いやでもこんだけ盾くるとあの炎強いな、貫通だし、遠距離攻撃してくるんだね、壁にね。はいはいはい。いや、いったいったいった。交渉、うん、同じか。交渉した方がいいかな、新しく入れた時にね。マウントビクトリア、え、これはもう、あ、じゃあ、下でいいや。あ、ここで縦方向どうだろう。ないか、そんなものは。ないな。なさそうか。なんだ、ここの下任せる感じね。あの、ガーディアンは1体だけなのかな？あまりね、タワーディフェンス。タワーしてないけど。ディフェンスはね、してるけどね。うわ、来た。あ、まずいまずいまずい。危ねえ。次じゃあ、フローズン系、フリーズ、フレオンズンハンマーじゃないやつ。それ避けときゃいいかな。あ、自分の周り系なんだね。使いづらいの引いたね。あ、でもスローにできるんだね。タワーがあればすごいんだろうけど、タワーないのよと。移動速度アップ早すぎるって。逆に制御むずい。やべやべ、多いな多いな。一番下ちょっと任せるからなんとか。いや、これはこれでいいっしょ。そうだね。よし、とりあえずここね、最終日にしようかな。そこスキルを獲得していって守るね。まあ、横スクロールの、まあ、レーンディフェンスみたいな言い方もできるようなね、タワーディフェンス。まあ、この霊守るやつが1体しかいないから、なかなかね、自分の動き大事になってきますけど、あの子でも十分折れてるんでね、めちゃくちゃ強いと思うんだけど、やばいやばい、もうちょっとしんどいな。近距離は無視していいんじゃないかな。遠距離の方が早く攻撃してくるから、あれね。
縦いると結構厄介か。やばいやばいやばい、一番上ちょっと半分切りそう。上まずいね、まずい、一歩下がるか。下なんとかなってるけど、やっぱ1レーンだけじゃねえ、なかなか。なんか出せるんか、狙われるだけか。一番5だけどな。真ん中上から3番目一番上がやばいと。あのね、ガーディアンがいるところはほぼ無傷で、まあ、一番食らってないと強いと思うんだけど、さあスローミスったらちょっとあんま近づかないね、敵にね。こうやって、まあ、ついてやるか。あーボス普通にパラディンみたいなやつ、いけ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 、よしよしよし、あのアイテムね、起死回生の一撃になるね。フルーツやばい、これまずいな。あー12エブ待機、あ一箇所落ちただけでダメなのかな。いや案外ね、行った感じありましたけど破れましたね。レベルは上がったみたいと、まあ、他にもいろんなキャラいるみたいで、なんかレベル上がってないですけどね。こう見るとこう変えてやっていくのかな、こうとかか。いやー世話しないゲームでしたね。まあ4キャラいるなんか設置系とかいないのかな。あんまりタワーをね置いてってんじゃないんでね。まあローグライクアクションが前面に出ていて、ちょっと足んなかったね、火力が。